中央でポジション争いのニューヴィル、ニューヴィルから大きなハンド、さあそして今度は打っていった鈴木のスリー、これが決まりました。さあ渋谷は10番の小島が入ってきています。おお、ここは抜けていった、ああないですね、この辺りニュービルから橋本、橋本から外へ出して、さあ竹内、ああよく見ている、はい、素晴らしいですね、落ち着いてますね。ベンドラメからケリードライブを選択、うん、これをなんとかねじ込みました。レースを縮めたり広げたりということができるようになって、できるとまだどんどんいいと思いますね。今こういう状況で我慢しながらもこういうプレーができているというのはまだ周りを見渡すニュービルから橋本、ドライブが決まりました。ここでのケリーの動きですね、今度は外で待つんですよね、はい、さあニュービル、あーこれはうまい、石井からベンドラメ、スリーポイント狙っていく、逆に大阪のファストブレイク、橋本から自分で打った、スリー決まります。ニュービルから細かいステップ、ステップバックからのスリー、これがニュービルの得意の形、素晴らしい、あるんですけどね、なかなかその追いつくというところまで飛びつかないですね。そしてニュービルが本当に渋谷、ニュースターの声援が響き渡っています。観客数が今シーズンホーム最多ということになりました。コーナースリーを狙っていく、うん、これはボードに当たりました。ケリーはシンプルにスリーを選択、あーこれが決まります。ベンドラメ、あー自分でスリーを選択した、あーこれが決まりました。さあ1点差、ベンドラメのスリー、ブラウンから激しいプレッシャー、ニュービルこの位置から打っていった、決まります、すごい技術。その入った後、まずスローインは絶対にマイボールするぞ、でも当たらなければいけない、はい、入った後ですね、時間がないのでもうファウルとアップアウト。さあ渋谷はあまり時間を使えない、ドライブでいった渡辺、ツヤのスリー、ああこれが決まった、見事に決めた、最後はツヤのスリーポイント、これが外れて試合終了。